見れた？見れました、見れました。ごめんごめん、手間取った、手間取った。疎いっすからね、そういうの、しげさん。そういうの疎いっすから。全然わかんなくて。毎度。毎度っす。でも。すいません、皆さん。ちょっと手間取って遅れました。はい、じゃあ、早速、始めますか。よろしゅう。よろしゅう。音が小さい。はい。いきます。本日のインスタライブは、出張オイル交換、菅口トレーニングさんの協賛でお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。どうすか、最近、慎吾さん。いや、最近暇。何やってんの？マジで。いやー、何してるんすか、あいつの。猫から遊んでる。安定の安定のね、うんうん、とりあえずどう、元気さん、元気っす、元気っす、いますマジか、その何のインスタライブっていうのがよくわかんないんだけど、いや、そうなんですよ、僕も初めてなんで、何も俺とサニーがこれテレビ電話してるのを見てもらうっていうやつ、そんな感じじゃないですか。なんで多分いつも通りの俺と慎吾さんでやっといたら大丈夫です。あ、そうなの。はい、この何、左にこのなんかいっぱいこう、え、メッセージ、あ、メッセージ、うん、これもすごいね、この通し一瞬で消えるんだけど、そうっすね、早いね、コメント、あ、なんか戻せるみたいっす。何が、なんか手で触ったら、手で触れば戻るらしいっす。あ、なるほどね、はい、オッケー、みんなめっちゃメッセージくれてる、もうちょっとそのまま行くわ、めっちゃ後ろまで行ってるから、皆さんありがとうございます。あ、ほんまや、鹿児島で見てます。うん、鹿児島で見てます。鹿児島、すごいっすね。誰やねん、おじいさん、ほらほら、こんなもんすか。はい、おじいちゃんっていうメッセージは。じゃあ、慎吾さん、ちょっと早速、ええ、あの、ブースターの皆さんから質問来てるんで、うん、あの、ちょっと紹介したいと思います。お願いします。俺に？いや、まあ、二人に。あ、二人に？はい。はい。お二人はいつからの知り合いですかっていう質問が来てるんですけど。ああ、いつから、まあ、僕は一方的に知ってましたけどね。高校の一三、高校の一三、一年の時に初めてお会いしたっていうか、まあ慎吾さん見て、いやね、だってね、お、まあ俺は何知らんかった、はい、応援席にいてましたからね、僕は。余裕第二の、はい、そうそうそう、俺らががっつり負けた時の、そうです。なんで、まあどうですか、知り合ったのはハンナリーズに入ってからですかね。ん、ハンナリーズに入ってからですかね。うん、もう本当ハンナリーズ来てからだね。そうですね、うん、はい、って感じです。どんどん紹介していきますね。はい。知り合ってから、年月を経て、お互い変わったなと思うところ、変わらないなと思うところを教えてください。どうですか、慎吾さん、僕の感じは。変わりましたか？いや、全く変わってません。あ、変わってませんか？うん、ハニーはね、笑んねえ。うん、あのね、俺が一番に、はい、サニー会った時、はい、結構人見知りするでしょ、ちょっと警戒してたよね。そうっすね。どんなやつかなって。はい、いや、もう高校の憧れの人やったんでね。いいからいいから。いやいや、マジマジマジ。しかも野城やし。うん、
ちょっと待って。内海さんの音声が時々来てるって言ってんだけどさ。大丈夫ですか、しごさん。Wi-Fi あります家。Wi-Fi ギリギリある。これ、どうなんだろうな。あ、T シャツ映るように引き気味なんですね。近くに行けばいいんですか。はい。聞こえますか、しごさん。止まってるわけじゃん。途切れてんの？ちょっと待ってね。うん、なんか書いてますね、途切れるって。宇都宮さん、本当に目大きいですね。そんなことない。メガネ外してください、しおさん。メガネ外して、しおさん。いや、何シンゴさん、起きた起きた、あ、起きた起きた起きた、大丈夫な、寝とったでしょ、今。危ない危ない、ね、それ寝る時間っすからね、シンゴさん。うん、そう、マジで。まあいいか、ちょっととりあえずこのまま行ってください。そうっすね。で、じゃあ次行きますよ。お二人とも試合では髪をバッチリセットされていますが、こだわりはありますか？こだわり？何ある？僕はまあでも毎回なんか同じの使ってますけどね、コロコロ変えずに。うん、俺も一緒。そうっすよね、これおじさんの使うやつ使ってますよね。これこれ、これこれ。ああ、それね、僕も何回か使わせてもらったことありますけど、ね、そうですよ。これのね、やっぱいいところがね、このこれね、それ、はいはいはい、40歳から買ったよ。40歳からの、うん、ジェルを今使ってるんですか？そう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 、うん、40歳からいいんだっつったらもうね、30歳からでもいいんだろうっていう。なんだそれ、なんで40歳からなんですか？頭皮に優しいんですか？いや、わからん。え、取ったのがこれだった。一番最初に使ってからこれ、ずっとこれ。え？どうした？いやいや。じゃあ、次行きますか、すいません。あ、はいはいはい。どうしようかな。自分で料理はしますか？得意料理もしくはお気に入りのメニューは何ですか？という質問があります。料理はしません。しませんか？僕もしませんね、全然、うん、ない。あのね、もう食べたいの、これは。人が作った。わかります。自分が作ったやつはね、食べたくない。絶対。なんか得意料理はなんかあるんですか、慎吾さん。やんねえのに。いや、なんかこれは作れるみたいな。え？カレーぐらいじゃん。カレー、でもすごいっすよ、カレー。カレー。いや、なんかこうこだわりとかあるんですか、慎吾さんの。バーモントカレー。バーモントカレー。ハウスバーモントカレーですか？うん、中辛ね、中辛。嘘でしょ？いや、ほんと。マジ？うん。じゃあ、慎吾さんのカレーを食べる日をちょっと楽しみにしときますわ。俺のカレー？はい。さらに昔、うち行ったことなかったっけ？あ、カレー食ったっすね、そういや、慎吾さんの。食ったやん。食ったっすやん。うん、あれあれ。キーマカレー食べさす、食べさす。あ、キーマカレー？な、キーマカレーちゃうんすか、あれ。いや、忘れた。あれどうだったかな。でもカレー食べたよ。カレー食べましたね。あれあれ、すいません、ちょっと覚えてなかったっすわ、慎吾さんの思い出。悲しすぎるわ。ちょっとコメント
じゃあちょっと、いきますか。何何？いや、ここのコメントが来てると思うんですけど。すいませんね、皆さん。はい？え、皆さんすいませんね。勝手にこっちで食べちゃってて。信号カレーって書いてますよ。信号カレーっていうか、バーモントカレー、これはもう。信号カレーではなく。あ、なるほど。えいえい。何が？いやいや、ごめんなさい。なんでサニーなんですか？なんでサニーなんですか？俺はもう、サニーにやってからもサニーだった。いやー、これは、初めてハンナリズに入った時に、うん、その時の外国人選手が、素直って呼びにくかったみたいで。素直で。そう、素直っていうのを呼びにくかったみたいで、うん、で、その僕のローマ字の SUN、素直の。聞こえてますか？はい、大丈夫です。そう、SUN 取って、サン、うん、サンって言ってて、それで多分こうあだ名でサニーってなったんですよ。あ、で、誰だかは覚えてないです。でも外国人全員サニーって言ってたんで。あ、で、外国人がおらなくなっても、その名前だけどんどん、伝わっていって、でも自分からも最近はサニーやでっていうふうにします。あ、そう、確か。なんとね、誰かな、パルマ先生かな。あー、パルマ先生も言ってましたね、サインって。これで俺たちが言ったのかな。あー、そうですね、パルマ先生も言ってましたね、そういう。じゃ逆に、僕の名前知ってるんかなと思いますもんね、みんな。素直って言えるそう、村上っていう名前知ってんのかなと思って。サニー村上。いや、そう思ってる外国人多いと思いますよ、多分。T シャツ素敵ですってありますよ、慎吾さん。あ、ありがとうございます。作ったの。なんて書いてるんですか？え、慎吾さん。はいはい。お、いやいや、今見せてんじゃん、お前。これ反対？反対になってる。文字反対になってる。3、3、3。嘘でしょ。多分ね、全員このコメント見てる人は全員分かってると思うけど、お前だけじゃ分かる。サンキュー、サニー。見えてない。え、何なんですか。こう。どうしたら何なんですか、その T シャツ。いいでしょ。え、作ったんですか、うん、僕のために。うん。え、今日やるから。え、マジで、うん、マジで作ったの、うん、気づいてなかったんですか。気づいてなかった今気づきました。多分ね、お前以外の全員が気づいてたと思うよ、多分。マジっすか。なんか慎吾さんこのネット上にいる。いやー、なんかユニクロ以外の T シャツ着てるなーと思ってたんですけど。何みたいな。ユニクロ以外の T シャツ慎吾さんから初めて見たなと思ってたら、うん、そんな T シャツ着てくれてたんですね。うん、そう。これやるっていうか。うわ、マジっすか。うん。ええー。ちょっと、このインスタライブ、この始まった瞬間に何なんすかって言ってもらおうと思って来たんだけど、まさか気づかない。いや、全然もう、慎吾さんの顔しか見てなかったっす。好きすぎて。慎吾さん好きすぎても顔しか見てなかったっす。やめて、マジで。やめて、マジで。キモい、キモい。大事なことだから3回言ったわ。いやいや、ありがとうございます、慎吾さん。泣きそうっすわ、ちょっと。絶対泣かんしよ。いや、マジ本当に。ちょっと、ティッシュあります？鼻かむの。いや、ちゃうわ。涙。いや、ありがとうございます、慎吾さん。いえいえ、はい、ありがとうございます。じゃあ続けます。切り替えが早いの。はい、切り替えが早いの。
いやいや、もう、後でちょっと個人的に電話しますわ、慎吾さん。はい、よろしく。はい。メンバーは、うん、毎年変わっても、うん、変わらないハンナリーズらしさってありますかっていう質問が来てます。あどうですか、慎吾さん。なんだろうね。変わらないハンナリーズらしさ。やっぱ、新メンバーが、はい、ちょっと活躍してくれて、毎年思うと、はい、新しいやつが、はい、まあ、サニーも長いから、これも長いけど、はい、うん、サニーもさ、長いから、はい、俺も何年かいるけどさ、はい、結構こう、新しくこうハンナリーズが出てきてくれた選手って、結構活躍してくれない？そうですね。ね、なんかそれがなんか、もともとハンナリーズにいる人たちがよくフォローしてるなって俺はずっと見てるよ、はい、なるほど、うん、まあ3人含めてだけどね、はい、わ、うん、かりましたちょっといい話をしようとしたらもうなんか次行けはいうち近づいてたごめんなさい。あ、じゃあこの辺でちょっと質問コーナーは終わりにします。で、本日のインスタライブは、出張オイル交換坂口トレーニングさんの協賛でお送りしていますが、ここで素敵なプレゼント企画の紹介です。ホームゲームで、試合終了後に行っている、ヒットザスリーポイントで投げ込んでいるこちらのボール、これに僕と慎吾さんのサインを入れて3名様にプレゼントします。どうした？急にロボット？え？急にロボットになった。すいません、ちょっと。で、次のクイズの答えを、記載の上、京都ハンナリーズの公式ツイッターの投稿を引用リツイートしてください。うん、で、問題はこれです。出張〇〇〇交換の坂口トレーニングの丸に入るのは次のうちどれでしょう。2番惜しい惜しい惜しい。くそ。はい、で締め切りは、4月の27月曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。お願いします。はい、お願いします。はい。いい？はい。いたの？しんごさん？はいはい。はい。で、慎吾さん、慎吾さんのターンです。なんだったら、俺ターン。はい。次は慎吾さんのターンです。あ、ね、サニーの引退記念グッズの話？違いますね。あ、サニーにも、あれか、質問が来てるから、それを答えてもらいましょうってやつかね。そう、ちゃんとやりましょう、慎吾さん。全然さ、ここにあるこの紙さ、全然見てなかったわ、俺。頼むよ。はい、じゃあ、サニーに質問来てます。はい。引退はいつ、どのタイミングで決めますか？引退。シュンさん、ちょっと待ってください。シュンさん、なんか、ニャリンが。おう、ちょっと11年間の現役生活をちょっとね、聞いてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。いや、こんなサプライズがあると思わなかったんで。その何、何花束とそれ何？うん。ああ、作ってもらったんだ。いいじゃん。あ、本当だ、すげえみっちり書いてるね、メッセージ。うん、文字は見えないけど。うん、すごい。皆さんありがとうございます。いや、俺がいいんじゃない。うん、サニーありがとうございました。よし、ほんだら質問コーナー続く。質問コーナー行こうか。聞こえてるよ、聞こえてるよ。ん？サニーの声聞こえてる？うん、俺も聞こえてるよ。引退はいつ決めましたか？俺？聞こえてる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 。俺じゃなくて。でもそうだね、あれメッセージも止まっちゃったね。俺の声？うん、映像は見れてるの？うん、聞こえるよ。俺はなんか、俺は何もすることないの？とりあえず大丈夫なの？ OK。 でもね、みんなのメッセージが見えないよ、俺。うん、左のさ、下のところにあった、なんていうの？はいはい。はいよ。うん。俺の声はみんなに聞こえてんの？あ、すいません。なんか一回インスタライブ終了して、もう一回再開しますねって、広報から来ました。もう一回つなぎます。ちょっと待っててください。はい、わかりました。慎吾さん。はいよ。あ、ここは聞こえてるのか。うん、佐野さんの声聞こえたって来てるよ。あ、はい、じゃあまた再開しましょうか。はい、すいませんでした。はい。
じゃあさっきの続きね。はい。引退はいつどのタイミングで決断しましたか？引退は、まあ、今シーズン京都に来るタイミング、帰ってくるタイミングで、お、まあ、ちょっと今年でラストにしようかなって思ってました。そうなんだ、それは知らんかった。早かったね。そう、まあまあまあ、決定してたわけじゃなかったんですけど、うん、まあ、今年で最後かなって思いながらシーズンを過ごしてて、シーズン途中ぐらいでもう結構固まってましたね。あ、ちょっと待ってよ。フォトブックの下りからお願いしますって来てるよ。フォトブックちょっとみんな見せてな。そうだよね、せっかく作ってもらったやつさ、はい、ねえ、ちょっとご紹介しましょうよ。はい、まあ、自分で紹介するのもなんなんですけど、うん、僕の、写真とブースターの皆さんからのメッセージ付きの写真ですね、うん、メッセージがすごいね、いっぱい書いてくれて。はい、あ、なるほど。え、結構試合終わってから、これとか。うん、うん、出待ちでね。プレーの写真じゃなくて、そういうプライベートっぽいのもあったりします。うん、みんなが撮ってくれた写真を送ってくれたってことだ。そうですね。あー、なるほど。すごいじゃん。その、真ん中。なんだそれ。いやいやいや。まあ、ありましたね。まあ、いろいろ。はい、ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。ねえ、本当に。ありがとうございます。ねえ。はい。さて、その引退を決めたサニー。はい。引退後のことは何か考えてますか？そうですね。まあちょっと自分で、まあ会社を立ち上げて、うん、スクール事業をちょっと、やりたいなって思ってます。おお、もうちょっと会社の方は立ち上がってるんですけど。お、本当？はい、でうまくいけば、まあ、7月から、うん、まあ、京都中心で、うん、活動できたらなっていうふうに思ってますね。会社の名前とか言ってんの？決まりました。なんて？はい、 なんていうの？クリエイトっていう会社です。で、クリエイトってあるじゃないですか。何？あるよ。英語の。とかね。はい、あります。のクリエイトと、うん。と、自分の8番の8をつなげて、うん、クリエイト。8は数字です。数字っていうか。うん、8。8っす。うん、しゃれてる。いやいや、ありがとうございます。いいね。でももう次そういうステップに進んでさ、はい、しっかりしてんじゃん。KG の感じです。どうした？KJ です。あ、なんか KJ が見てるみたいです。あ、そうなの？はい。で、僕のスクールにゲストで来てくれるって今言うてます。じゃあもう無視しよう。身内は全員無視しようぜ。ミュージも来てます。ああ。KJ ふざけてます。誰？結構ミュージも。KJ ふざけてますって。ミュージック見てんの？見てますね。じゃあ無視しようぜ。そうっすね。無視して。ミュージは全員無視しようぜ。はい、じゃあ次行くよ。はい。これまでで一番印象に残ってる試合もしくはプレーありますか？うーん。
結構、まあ、引退するときにいろいろ思い返してみるんですけど、うん、めちゃめちゃあるんですよね、そういうのが印象の試合が、うん、でまあ、特にじゃないですけど、まあ、でも一番最初プロになったときに、うん、まあ、初めて試合出させてもらって、うん、まあ、得点取って、うん、まあ、会場がちょっと素直コールになった時は、おお、なかなか鳥肌立ちましたし。それハナリザリー、はい、ハナリザリーナ、そうですね、うーん、ね、その時は結構今でも覚えてます。あ、本当、はい、まあでもそれは嬉しいよね。そうですね、あ、なんか自分もプロ選手なんやなっていうのを結構実感できた試合やったんで。そうだ、練習生から入った。そうです、練習生2ヶ月間ぐらいやって、うん、でシーズン始まる9月から、うん、あの、まあ、プロ契約させてもらって、うん、って感じです。それで、え、もう開幕戦出てたの？そうです、開幕っていうか、もうシーズン始まってからはもうプロとしてプロ契約でやったんで。あ、そうだ、ね、もうすぐ公式戦の1試合目からもうプレータイムもらってて。いや、全然そんなことなかったと思います。なるほど。 2秒とかありましたもん。まあ2秒あったらでも端から端までいけるやろ。まあそうっすけどね。いや、いいから2秒はきついっす。2秒ありゃいけるやんな。十分十分、はい、うん、そうですね。あ、そうなんや。はい、じゃあそのそれが一番印象に残ってることだね。そうですね、まあまあいろいろあるっすけど、まあ、それが結構きっかけっていうか、うん、うん、それがあってっていう感じなんで。じゃあそんな素直コールしてくれたハナリズブースターさんの印象を教え、好きなところ印象を教えて、はい、まあ僕がハナリズ入ったのは BJ リーグ時代やったんで、うん、結構その選手とブースターさんの距離が近かったんで、うん、僕のこと結構その親しく思ってくれる方がいてたんですよね、その時は。で、まあ結構選手とブースターっていう仲より、うん、まあそれより結構近いまあなんか身内みたいな感じで応援してくれる人多かったんで、うん、そんな人とも、そんな人が今でも応援してくれるっていうのは嬉しいですし、うん、まあそうだよね、ハナリズができた時から何、そのブースターさんを最初から見て何をずっと見てきてるわけやもんね。はい、まあ、B リーグになってちょっとね距離は離れちゃいましたけど、今ちょっとね出待ちのところとかちょっと話さないと、はい、それでもやっぱりそういう時期から応援してくれてた人とかは、うん、なんかこう結構親しい感じで親しみのあるブースター、うん、なんかなって京都アナリズは、うん、っていうのは思います。そうだね、団結感あるしね。そうですね、本当になんかみんな知り合いなんかなって思うよね。はい、みんな知り合いなんかなって思うよ。いや本当そうっすよ ね、親戚みたいな感じじゃないですかそうだよ、ね、よく言えばみんな前から友達だったのっていう感じ。いや、そうそうそう、そんな感じですよねそんなハナリズブースターじゃあね、はい、タニへの質問は以上です。はい、ここで、はい、じゃあちょっとそのサニーの引退記念グッズがなんかのチームが作ったみたいなので、はいはいはい、ちょっと紹介をしますって書いてあるんだけど、これの方には何もありません。そっちにあるのかな。あ、こっちに、あ、大丈夫です、進めてもらったら。はい、じゃあ一番最初、はい、おー嘘でしょ。いや、これです。いや、嘘、これ原寸サイズです。あ、そうなの。はい、めっちゃ遠くから持ってるわけじゃなくて。いや、遠近法じゃないですよ。2パー買うぐらいの。マジか。いや、まあ、
もう本物がないんで、これでちょっと紹介させてもらいます。あ、そうかそうかそうか。はい、はい。はい、それはですね、村上選手の現役引退記念したり作ったユニフォーム。バックプリントには、プレー写真とサインをデザインした特別なデザインの作品です。はい。皆さん、ぜひ買ってください。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、じゃあ次。はい。T シャツ。はい。はい。これはですね、現役引退したサニーの歴代の写真を使用した T シャツ。歴代の写真なの？はい。それがサンキューのデザインになって、村上選手に感謝の意味を込めた T シャツになりました。はい、ありがとうございます。ちょっとサンキューのところだけアップにして見せてくれない？ああ、なるほど、なるほど、なるほど。OK、いいね、いいね、いいね。OK ですか？うん、ありがとう。はい。はい。じゃあ次。なんだ、引退記念キャンパス号。おお、かっこいいね。村上選手、プレーを切り取った引退記念のキャンパス人ボードです。種類はそれだけですか？そうです。OK、なるほど。はい。それは何の時の最中でしょうか、それは。これはですね、何の時ですかね。そのプレーの最中って書いてますが、プレーを切り取った。プレーを切り取ったもんですけど、多分なんか言いたそうな顔はしてますけど。顔はしてるよね。はい。なんか多分慎吾さんやったからちょっと心に留めといたみたいな。あ、相手が俺だったから。そう。ちょっと嫌な顔してるもんね、俺に対して。はい。ちょっともう後でうるさいんで。やめといたっていう感じですかね。そう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 。後でね、そうそうそう。反省会。はい。正座してね。そう。こらこら。はい。じゃあこの3つですね。引退記念。はい。はい、これは京阪ナリーズオンラインショップにて販売中ですので、皆さんぜひお買い求めください。はい。あとあとね、フォトブック。はい。も販売予定ですので。まあ、詳細決定次第発表しますので、そちらの方も、楽しみにしてください。はい。さっきのフォトブック。いや、さっきのじゃないです。さっきのは、ブースターさんの写真とコメントの載った本なんですけど、別で、その、僕のフォトブックがあるそうなんで。公式の写真のやつを使って。そうです。でそれも、まあ、また詳細決まったら、また発表しますんで、そちらもよろしくお願いします。お願いします。はい。です。はい。じゃあ、ここからはブースターの皆さんからのコメントって書いてますけど、ちょっと、はい、このコメント見ながらやってるかい？そうですね。うん。ちょっと。この、うん、そうだね。これ大きくはなんないんだよね、このコメントはね。え、見えないですか？見えるよ、見えると。目細くしてこう。見るやつ。じゃあ、皆さんの質問に答えていきましょう、二人で。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。ウッチーと砂尾さんの、スクショタイム、うん、が欲しいっていうメッセージがあるんですけど。なんじゃそら。なんか、止まっといたらいいらしいです。止まっとくよ。はい。なんかその画面をスクショするらしいんで。うん。俺止まっとけばいいの？なんか、ピシッとしといたら。何秒？何秒？ 5 秒で。うん。一応でもこの T シャツちょっとあれしとこう。あ、出しとこう。サンキューさん。おはようございます。こうか。
このメッセージはずれた方がいいから。オッケーですか？うん。慎吾さん何してんのそれ？え？これ首動くやつですかこう？こうやって。誰がマジシャンやお前。やってやって慎吾さん。やってみて。ガシャーンとこう落ちるやつでしょ。ガシャーンとしてこの首バーン。あ、そう、いや、いますやん、だから、それは。そう。え、動いてたらダメなんだよ、だって。ああ。もう、多分、大丈夫です。本当に？これ、スクショタイムなのかって言われてるぞ。はい？これ、スクショタイムなのかって言われてるぞ。スクショタイムでしたね、今の。いいの？皆さん、いいの？じゃあ、大丈夫ね。いいの？大丈夫ですか？はい。はい。OK。じゃあ、なんだ？うちのりえなって来てますよ。いや、3人ほどじゃないよ。本当に。私はいただきましたって、ありがとうございます。じゃあ、よかった。いい声してますね、慎吾さん、やっぱ。ありがとうございます。さすが。はい。ステイホーム何してますか、だって。ステイホームは、うん、もうそうっすね、YouTube っすかね。俺、Amazon プライム。いや、俺も Amazon プライム結構。そうそうそう。はい。そうそうそう。まあでもね、家にずっとこもって。何の YouTube 見てんの？それは内緒ですよ。うん。都市伝説系8割。こんな感じですかね。意味はい。うん、ああ。YouTube だって。映画とか見ないんです。ゲームオブスローンズ見ました。ゲームオブスローンズ見た。見てないです。見てない。あれ、俺言わなかったっけ？これ見てって。え？ Amazon プライムですか？うん。映画で。結構慎吾さんに言われたやつ見てますけどね。なんか国取り物語。海外の。いや、ちょっと、すいません。チェック。俺が忘れてました。すいませんでした。俺がおすすめしたやつ全然見てくんないんだね。見てますか？俺が3人に教えてもらったの、鬼滅の刃見たけどね。いや、あれやばいでしょ。うん、めっちゃ面白い。そうっす。あれはもう、まあね、流行ってますからね。うん。あれは見たい。続きが見たい。全然。もうやってないからね。そうっすね、今は。コメント。ネゴさん来ましたねって書いてない？え？ネゴ？ネゴ来たん？いや、わからんけど、なんかネゴさん来ましたねって書いてあったよ。ネゴ来ちゃった？どうする？ネゴは。ネゴはスルーっすね。ありがとう。ネゴごめん。ちょっと探せないですよ。もうネゴがどこにおるか。ねえ、本当。皆さんのこのコメントがもうすごい流行ってね、すごいよね。あ、これだ、ネゴシン15、スルーはあかんやろ。あ、来た？はい。あ、もうどんどん上行っちゃった。あ、ネゴごめん、バイバーイ。なんか、慎吾さん、ないっすか？いやいや、皆さんこれ、答えていこうよ、このメッセージの。仲良しなんですか？だって。どうすか、慎吾さん、そこは。仲良しと思っていたい。まあ、慎吾さん、僕に一回も心開いてくれなかったんですからね。うん、そうだね。ごめんけど。開いたと思ったら、また扉ありましたもんね。ちょっとパッて開くときあるけど。はい？ちょっとだけパッて開くときあるけど。
はい、すぐ閉まっちゃいましたよ、もう。そうそうそう、すぐこもるから、俺は。はい。結局もう、扉開けずに、終わっちゃいましたけど。すごいごめん。そっか、申し訳ない。まあ、釣り行くぐらい？そうっすね。そうだね。釣り行くぐらい。そこは唯一ちょっと、心開いてくれたかなって。釣りしてる時だけね。はい。釣り行きたいけどね、今行けないのが残念だよ。釣り行きたいっすね。うんうん。デカバス釣りたいっすよね。うん、ほんとに。まだちょっと落ち着いたら行きましょう。うん、ほんとに、それ。たまに来て。暖かくなってきた。ね。迎えに行きます。お願いします。はい。じゃあ、コメントでいきますか、うん。これでもさ、はい。広報を聞いたんだけどさ、なんか1時間経ったとなんかバチンって切れちゃうんでしょ、これ。そう、みたいですね。一回途中で切ったので、やり直してるんで、まだ全然大丈夫ですよ。あ、なんか、うん。一回途中で切ったじゃないですか。はいはいはい。なんで、大丈夫みたいです。あ、そうなんだ。そうだよ、だってほら、何時までやってくれるんですかって、これ、このまま行ったらもう終わんないよ。そうっすね。でも一応、8時。ただの俺たちのテレビ電話になってるもん、これ。いや、ほんまそう、こんなんでいいんすか？大丈夫っすか？申し訳なくないっすか？ほんとだ。これが果たしてインスタライブっていうものなのかっていうのが、ほんと。いや、成立してるんすかね？僕ら、うとるんでね、こんな。テレビ電話なんじゃないのかっていう。そうですね。一応8時で、終わりみたいなんで、それまで。オッケーオッケー。はい。じゃあ、続いていこうか。はい。なんだなんだ。あ、それが楽しいんです。だって、ありがとうございますね。あ。スクショタイムしてくれたし、ちゃんとインスタライブしてて、スクショタイムがあればインスタライブになるもん。そうなんや。全然、全然わかんないっすもんね、仕事、僕ら。全然わかんなかった。そうっすか。ちょっと見ていきますか、コメント。ウインクできますか、だって。ウインク？ウインクできますよ。うん、なんで？できない人いるの？え？ウインクできます。シンゴさん、やってくださいよ。大丈夫、できる、できる、できる、ウインクできる。できます？え？いやいや、顔顔、顔顔、それできてないって言うんだよ。大丈夫です、トントンはプラモデル作ってただって。何、インスタライブで。あいつ。あいつ器用だからね。でもそう、そう、ね、いいっすね、そういうのできるの。ね、プラモデルも作ったら、レゴもうまいでしょ。うん。でかいくせに器用なんですよ、あいつは。でかいくせに器用なんですよ。いや、でかいくせにはいい。はい。うん。うどんも作ってた。うどんも作ってたんですか。うどんも作ってた。すげえっすね。何、粉からってこと？練ってってこと？面白いね。大地はカレー作ってたんだって。ああ。ええー。はい、お料理番組だ。え？お料理番組。あ、ラクラン時代の一番きつい練習はだって。ええー。当時ランスかね。当時ラン。ならではだね。ラクランってその当時の中にあるんですよ、敷地内に。うんうんうん。行ったことある。なんで、その当時の敷地を走るんですけど、それが結構しんどくて。お参りしてる人にうるせえって言われないの？はい？お参りしてる人にうるせえって言われないの？いや、でも結構、まあでも、結構伝統やったんちゃいます？当時ラン。昔からあると思いますよ。よく見かけますだって、当時ラン。はい。陸上部とか、結構他の部活も。それこそ、洛南の運動部もみんな走るんだ、当時。そうですね。で、一周が、1.2、3キロなんですよ、多分。うん。
で、それをこう4周とかやって5キロとか、うん、なんかそんなんでやってましたけど。投資ラン有名ですよね、だって。そう、それを練習前にするんですよできねえじゃん、俺。いや、練習できないんですけど、そこでもう一回頑張るんですよ当時なんか一番しんどかったっす。高校生はもう一回ができるからね。そうなんですよ。ラクナは門入るときに一礼するって本当ですか？あ、します、します。その、門入るときって何？門っていうか、当時の敷地内に入るんで、で、昔は学ランで帽子やったんですよ。うんうん、はいはい。そう、学生帽があったんで、その敷地入るときは学生帽を脱いで、うん、一礼して入る。はい、ありましたね。そうなんだ。はい。背番号の由来は何ですか？特にはないです。一桁にしたかったぐらいです。それで8番。一桁にしたくて、で、まあ今までつけてなかったハンナリーズの人らの番号が8番やったんで、うん、8番にしました。そうなんだ。錦鯉ランはしましたか？あ、最近してないですけど、うん、3、4年前ぐらいに京都ハンナリーズの練習でありましたよ。いやいや、そんな3、4年前じゃないよ、もっと前で。だって俺、高校の時にですか？あ、違うんじゃない、ハンナリーズでってことじゃない？ハンナリーズでは何回かやりましたね。俺が入る前で。そうです、そうです、そうです。うん、俺が入ってからしてないもん、多分。あれもめちゃめちゃしんどかったですね。うんと。憧れてた選手はいますか？憧れてた選手？うん。それはもう慎吾さんでしょ。いや、いいから。何を隠そう、慎吾さんでしょ、そこは。それはいいから。いや、もうガチっすよ。慎吾さんのモノマネようやってたって言ってたでしょ。同期のやつだと、ジョン・マイラの。そうっす。慎吾さんのモノマネ、誰が一番うまいか選手権を高校の時にやってたんです。ハイポストからのターンアラウンドシュート。とかね。そう。はい。なんだよ、これ。そうっすね。他。もう俺ばっかり質問してんじゃん、3人。いやー、ちょっと、慎吾さん。拾ってってよ、サニーが。はい。サニーが拾っていってあげてよ、みたいなコメント。はい。モノマネしてって言ってますよ、慎吾さん。モノマネなんかないぜ。もう、この状態で、よく朝声声って言われる。モノマネでいい。いや、マジ朝声声っすよね。うん。モノマネっていうか、もうなんかそのまま。ってよく言われる。うん、似てます。めっちゃ。うん、何は？僕は、うん、実際には見てほしいです。見てる系じゃないです。プレイとか。え？プレイとか。なんか。何が似てる？僕のモノマネって。うん。いや、すいません、名前です。いや、もう、ゴエさんがちょっとめっちゃやってますよ。ゴエ、ね。誰が打ち声や。うーん。何、錦織健に似てるって言われるでしょ。いやいやいや、そんなコメントありましたか今。作った人や。俺は思った。マジっすか。あと佐々木蔵之介。佐々木蔵之介は結構言われたことあるっすね。うん、俺最初見たとき似てんなと思った。マジっすか。うん、最近言われないっすけどね。嘘。はい。あ、宇津木さん、先にユニコーン来ました。福岡でおめでとうございます。おめでとうございます。佐々木蔵之介に似てる。ほら、みんな共感してくれてるよ。いや、蔵之介はちょっと真似できないですか。あ、洛南なんだ。あ、そう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 。あ、
そうなんだ。はい。京都の人と、京都で好きなオペラはありますか？当時っす。いや、以外で。あ、当時以外で。むしろ苦い思い出なんじゃないの、その話。いやいや、まあまあ、そうっすね。当時見たらちょっと嫌な練習を思い出すんで。何すかね。いや、これ、慎吾さんの方が詳しいんちゃいます？結構。ああ、そんなこともないけどね。でも、いつか行ったね、東福寺の紅葉に行ったんだけど、東福寺。はいはい、綺麗ですもんね、あっこ。うん、あれは綺麗だったな。そんなん行くんすか、慎吾さんも紅葉とか。え？慎吾さんも紅葉とか行くんすか？いや、もうそれ、お前、ジジイだからみたいなこと言わせよ。あ、そう、もうそろそろ時間の方が迫ってまいりました。おお、なるほど。はいはい。じゃあ何で終わるの？はい。で、まあちょっと時間の方が来てしまったんで、ここで終了したいと思います。早かったね。そうですね、意外と。ちょっと待って、ちょっと待って、終了前に素直コールしたいですので。ん？はい、じゃあ皆さんサニーコールお願いします。しばらくの間サニーコール見てますよ。サニーコールじゃない、素直コールか。素直ね。素直。これみんなサニーコールになってしまった。サニー、サニー、サニー、サニーじゃないですか。間違えた。じゃあ、サニーコールお願いします。ありがとうございます。はい。じゃあ、はい、皆さん、サニーの引退を、なんていう、祝って、引退を祝うっておかしいのか。いや、もう祝ってください。ご苦労様の意味で皆さん素直コールお願いします。素直ありがとうございます。はーい、はい。で、まあ最後にちょっとブースターの皆さんに一言ありまして、はい、まあハンダリーズブースターの皆さんと三河ブースターの皆さん、11年間ありがとうございました。まあここまでプレイできたのも、ブースターの皆さんの支えがあってだと思います。本当にありがとうございました。はい。で、これから、まあ、ハンナリーとシーホース三河の応援もぜひよろしくお願いします。で、僕自身、またこれからもバスケットに携わってことをしていくと思うので、まあ、今後とも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。11年間。お世話になりました。はい、お疲れ様でした。もうハンニャリーは。はい。もうハンニャリーは出てこないの？ハンニャリーはちょっと変えちゃいました、もう。結構だから、はい、しょうがないね。はい、はい、はい、こんなものも作ってもらってありがとうございます。いや、本当にありがとうございました。はい、ちょっと残念な感じで終わっちゃいましたけど。そうだね。はい、またこれからもよろしくお願いします。はい、まあそろそろ時間なんで。はい。この辺で。で、今回は、出張オイル交換、坂口トレーニングさんからの協賛でお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん健康に気をつけて。はい。他人もね。ありがとうございます。慎吾さんも。